西新町駅は兵庫県明石市西新町3丁目にある山陽電気鉄道本線の駅。駅番号は SY18。旧駅舎相対式2面2線のホームを持つ公開駅で地上から改札口及び改札口からプラットホームの間にエスカレーターとエレベーターが設置されており、改札内には多機能、トイレ、プラットホーム上には 空調付き待合室が設置されている。上下線ともに、場内信号機と出発信号機が設置されているので、停車場として分類される。ただし、高架化工事期間中の仮線時代は、停留所扱いとなっていた。かつては、単式、島式の複合型に面3線のホームを持ち、神戸方面行きホームが島式となっていた。しかし、 その後旅客列車は2面2線しか使用しなくなり、使われなくなった3番線は高架化事業の影響で、場内信号機、出発信号機が撤去、侵入できなくなり、ホームにもフェンスが設けられ、2009年2月までには3番線の線路も撤去された。京城駅時代の出入り口は、神戸寄りの南北双方にあり、改札口は1カ所のみで、窓口は基本的に無人化されていた。 前述したように高架化工事が行われており、完成後の高架駅は最初から相対式2面2線となった。また、2010年4月10日始発より、西側の仮駅舎が使用開始となり、旧駅舎は一部解体工事が行われ、南北間ホーム連絡用の階段として使用されていた。赤石川から林崎松江海岸駅までの高架化事業に伴い、 2011年6月18日始発より、林崎付近赤明石川の仮線切り替えに、伴いホームが仮ホームに変更され、これまでのホームは使用停止となった。仮駅舎は上り下り双方に設けられていた。2015年2月8日付で駅の金傍にあった、忘れ物預かり所が閉鎖され、人丸前駅金傍に移転した。2015年6月20日始発より、 高架に切り替えられ、東駅西側に引き上げ線が設置された。以前は東駅に車庫があったが、車庫機能は1968年に東二見駅へ移転している。三番線が存在していたのは、車庫があった時代の名残とされる。その三番線は、かつては東駅折り返しの神戸方面への列車が運転されており、折り返しの始発列車が使用していた。また、 かつて急行列車が運転されていた頃は、その急行列車の停車駅であり、神戸方面の急行と普通列車は、明石駅ではなく当駅で、緩急接続を行っており、その際に普通列車の対比線として使われていた。この乗り場は、ホームの西側にポイントがかかっており、車庫からの出庫も可能。また、駅構内の車庫跡は、一部の側線が保守基地として使用されていたが、 高架化工事に伴い、ヤギ総合事務所として中ヤギ江ヶ島間,間に移転している。山陽電車の車両の正面行き先には、西新町の表示が入っている。乗降者数4299人以下に、各年の乗車人員を示す。密造院西新町駅前通り、林崎漁港明石大橋北の国道2号沿いに、国道西新町、南の県道718号線沿いに、 南王子町停留所がある。いずれも新規バスが運行。ありがとうございます。